こんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。前回オルちゃんメイクをしたので、今回はオルちゃんヘアにしたいと思います。まず最初に巻き髪ウォーターを使って全体をスプレーしていきます。で、耳の上あたりで上下にブロッキングをします。邪魔にならないようにクリップで留めます。上下に2つに分かれたんですけど、下の毛は内巻きに全て巻いていきます。ゆるふわのウェーブを作りたいので、32ミリの毛を使って縦巻きに巻いていきます。上を巻いていきます。ちょっと下の毛が邪魔になるのでクリップで留めます。上はすべて外巻きです。クリップを取ってほぐしていきます。ファイバータイプのワックスをつけていきます。ハードスプレーで固めます。最後は前髪の根元にスプレーをして立ち上がるように固めます。オルちゃんヘアの完成です。前髪ありの場合は量を少なくしてシースルーバングにするとオルちゃんっぽくなります。